皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは新宿駅です。中央線の列車が東京方面に向けて出発していきました。いい天気ですね。新宿といったらやはりこちらから撮るのが一番いいですね。新宿駅の南口、バスタ新宿があるところですね。今回は鉄道ではなく、そのバスタ新宿から出るバスに乗りまして、静岡県に向かいたいと思います。高速バスといえばバスタ新宿、ここから何度も何度もバスに乗りました。今回も乗っていきます。で、今回の静岡県の向かう場所なんですけれども、御殿場です。新宿から御殿場といえば、まあ鉄道利用をする人が多いんじゃないかなと思いますが、今回はこちら小田急バスです。小田急で行くならば特急富士山号とか、そういったものがあります。今回バスで乗り換えなしで行きますけれども、このバスの行き先は箱根芦ノ湖、なんと箱根の方まで行くんですね。なおさら小田急で行くべきですよと思いますけれども、このバスは御殿場を経由します。お待たせいたしました。本日は小田急ハイウェイバスをご利用いただき誠にありがとうございます。このバスは特急 JR 御殿場駅、箱根ハイランドホテル前、箱根ガラスの森経由、箱根桃源台行きでございます。お客様にご案内いたします。高齢によりシートベルトの着用が義務付けられております。箱根桃源台というのはですね、箱根湯本が小田急の終点なんですけれども、その先さらにロープウェイなどを乗り継いでいくところなんですが、相当遠いです。ぶっちゃけその辺まで行くのに小田急で行くのよりかはバスを使っていく方が多いのかな。例えば小田原とか箱根湯本からでもそのバスが出ているので、ロープウェイはあくまで乗りたい人、本当に目的地に早めに到着したいんであれば、このバスでもありかなと思いますけれども、どっちが近いんでしょうね。近いというか早いんでしょうね。小田原方面まで抜けてバスに乗るか、こっからバスに乗っていく方が、さすがに小田原か。これ御殿場経由ですからね。ぶっちゃけ遠回りか。だから箱根桃源台の方までこっから丸々乗っていくことはないんじゃないかなと思います。本当に御殿場に行く人がメインなんじゃないかなと思います。このバスも結構途中からの乗り降りが激しいので、そういう人たちが、新宿で小田急に乗るよりかはね、新宿遠いですから、他のバスで。だから箱根に行くんだったらこれを使う方が便利な人も結構多いんじゃないかなと思います。その需要の方が見込まれてるのかな。新宿からは御殿場、富士山号もあんまり走ってないですから、御殿場行くんだったらこれかなと。ちなみに料金としても1600円ぐらいで乗れました。なので安いんですよね。ただその代わりやっぱり時間をかかるので、電車で行く方がいいんじゃないかな。湘南新宿ラインで神津行って、神津から御殿場線に乗り換える方が意外と早かったりするかもしれません。あんまりそこら辺の時間は考えてないんですけれども、とにかくとして値段は一番安いですから、そういう意味で選んで今回は乗りました。首都高に入りました。この首都高でも結構いろいろと乗り継ぎというか、バス停があったりします。厚木だったりとかね、そういったところからお客さんを乗り降りしているというイメージがありました。先ほど湘南新宿ラインと言いましたけれども、もしかすると小田急で松田まで行ってそこから乗り換えた方が早いかもしれませんね。そっちの方が料金的にも安いかもしれません。どっちかというと鉄道利用がしにくいような場所から乗ってきて、御殿場とか箱根に行く人たちを拾うというのがメインなのかなと思います。やっぱり高速道路とかだと鉄道から離れていますから、その辺のところに、住んでいる、その高速道路の近くに住んでいる人たちが向かうんだったら、車持ってないというか運転できないとか、ちょっと軽く箱根行きたいなと思っていた人たちは多分乗るのかなと、そういった感じです。結構順調に進んでおります。天気もいいです。ちなみにですけど、このように、全面展望です。一番前の座席が空いていたので、そちらを予約して取りました。バスでの全面展望ちゃんと見たことないんですけれども、こんなに素晴らしいんですね。窓大きくてすごい見やすくて、めちゃめちゃ綺麗で素晴らしいですよ。だからやっぱりバスはね、今後一番前のその全面展望が見れるような場所に座りたいですねと思っていたら、だんだんと車の数、交通量というか増えてきました。
これは渋滞ですね。詰まりました。はい、いい調子で走っていたのにちょうど渋滞に巻き込まれてしまいました。高速バスのデメリットというのはですね、やはりこの渋滞じゃないですかね。引っかかったらかなりきついです。まあ電車とかも人身事故があったらとんでもないことになりますけれども、渋滞よりかはそんなに確率がないのかなと思いますので、まあ本当に早く行きたい方は電車を使うのがおすすめします。まあ料金的に安いからっていうのもあるんですけれども、ちなみに御殿場までのバスっていうのは結構いろんなところで発着しております。この右のバス、これも JR バスなんですけども、これも御殿場行くやつですね。なんで御殿場までバスで行くっていうのは結構本数があって、だからまあそういう意味では乗り換えなしで行けるので、バスの需要も高いのかなと思います。渋滞に引っかかってのんびりと走ることになりました。この区間のおかげで2、30分は遅れてしまったのかなと思います。まあしょうがないことです。もう本当に渋滞が嫌でもうイライラするんだったらバスはおすすめできません。こういうのも込みで考えておかないといけないですね。まあまさかここで渋滞するとは思っても見なかったんですけれども、まあ僕だってなるべく渋滞はしてほしくないというところですが、まあ仕方がありません。のんびり行きましょうって感じです。まあ特に今回はそんなね、早い用事というか、そのね、急ぎの用事っていうわけでもないですから、別にのんびりになったって構わないです。いやー、この渋滞の景色ですよ。バスが1台目の前に現れました。このバスはさっきの JR の緑のマークとは違います。 JR 東海バスですね。僕がよくお世話になるスーパーライナー名古屋行き、結構ね名古屋まで行くのに高速バスで乗るんですけれども、そのタイプですね、 JR 東海バス。こうやって名古屋に遅れて到着するっていうことを考えるとちょっと恐ろしいですね。この名古屋の便もだいぶ遅れて詰まったんだと思います。どこで詰まっちゃってるのかというとですね、綾瀬から大和市付近とかで、ね、じゃなかった、かなり長い距離渋滞にはまってます。この辺ね、この辺一帯までずーっと詰まってますよ。大和市を挟んだところか、この区間です。結構長いところ詰まりました。まあね、だいたいこの辺は高速道路としても需要が高いですから、まあ、渋滞になってもおかしくありません。まあ、工事かなんかだったと思いますよ。そんな渋滞も抜けて爽快に再び走り出しました。静岡県方面に進んでいきます。東名高速道路はね、高速道路の中でも一番の幹線道路ですから、たくさん車が走ってますよ、平日でも。なのでまあ渋滞になってもおかしくありません。そういうことも込みで考えてね、バス旅を楽しんでいくのもありでしょう。前方には箱根の山々が見えてまいりました。その辺の付近の雲、分厚いですよね。今回ですね、東京方面はめちゃめちゃ晴れていたんですけれども、静岡方面、特に箱根の山のあたりはものすごい、雲に覆われて天気は悪いです。雨です。つまりこの天気の悪い方面にわざわざ向かっていっているということになります。さあ、かなり進んできました。松田を過ぎたあたりとかじゃなかったかな、山岳地帯もう結構山の方に入ってきまして、いよいよ箱根の山の方面に差し掛かったというところ。もうちょっとしたら静岡県に入るかなというところで、また再び渋滞が発生してしまいました。今度の渋滞はですね、後ほどにも見せますけれども、ちょっとやっぱりトンネル内の工事で片側の車線がちょっと封鎖されているというところで詰まっていました。こちらですね、本来だったら2車線あるんですけれども、片側通行ということで、これの
おかげでちょっと詰まって渋滞になっていたんじゃないかなと思います。まあ高速道路あるあるですよね、工事に引っかかってしまう。まあなんとかこの部分も抜け出して、意外とねここはすんなりと行ってスッとね抜けられましたので、まだ良かった方です。さっきのは結構時間かかっちゃったんでね、さっきのはあんまり原因よくわからなかったです。QR コードは読み取り機にかざしていただき、それ以外の乗車券は拝見させていただきます。お手元にご注意ください。忘れ物、落とし物のないようご注意ください。東名御殿場の次は JR 御殿場駅でございます。なんだかんだで静岡県御殿場に入ってきました。でですね、ここの信号の左手に見えるお店、これですね、炭火焼き爽やか。今回このお店に行くためにわざわざ来ました。これがメインです、本当のメイン。ほら車も結構渋滞してるんですよ。ちょうどお昼時ちょっと遅れてしまったので、ドンピシャの時間に到着してしまったといった感じなんですね。本当に 100% メインはあの爽やか、こちらに行くためでした。さあ御殿場駅に到着いたしましたよ。 JR 東海の御殿場線の駅御殿場です。箱根乙女口だったかな、そちらの出入り口のところに降りました。小田急バス結構快適でしたよ。まあ遅れてもしょうがないです。でやっぱりねちょっと天気も悪く雨も降っていました。ということでこれから爽やかなハンバーグの方に向かいたいと思います。それがメインで来ましたから。ということで今回の動画はここまでです。次回そのハンバーグの、お店に行きたいと思っております。では最後までご視聴いただきありがとうございました。